今回は基本のバッグの作り方です。バッグの基本形で、もちろんメインのバッグにもサブバッグやエコバッグにもお使いいただけます。使う生地や紐、作りたいサイズを選ぶことで完全にオリジナルでお気に入りのものを作っていただけます。今回はポケットの作り方もつけました。ぜひお試しいただけたらと思います。ということで、ざっくりとした作り方の流れはこちら。布を切って、ポケットを作って縫い付ける。重ねて脇とまちを縫い、口を三つ折りにして縫って紐をつけたらもう出来上がりです。手縫いでもミシンでもどちらでも作っていただけます。では早速作り方ですが、まず作りたいデザインやサイズを決めましょう。縦横のサイズ、それからまち。まちっていうのは底の奥行きっていうか厚みですね。これは今回このバッグの底には芯などを入れない、こう布の柔らかい状態のままのものなので、今回はまちは少なめを推奨します。もし何かこう決まった大きいものを入れるバッグ作りたいっていうんで、まちを大きく取りたいっていう場合はですね、この図のように真ん中にそのまちの分の布をプラスしてつけてください。ただまちをつけた場合ですね、その分ちょっと見た目がですね、上が広い台形の形、こう何も入ってない状態ですと台形みたいな形ですね、よくあるトートバッグの形ですけど、そういう感じにはなります。マチを少なめにするとこう真四角な感じに見えるバッグになります。それから、ポケットですね。ポケットをつけるかつけないか、または、そのポケットをつけるんであれば、そのサイズとつける位置ですね。バッグ全体もそうですが、ポケットも主に何を入れたいか、入れる予定なのかなどで大きさが、まあ、大体決められると思います。ポケットをつける位置は普通に外側につけたり、またはバッグの内側につけたりですね。すると外側はこんな感じの縫い目のこう見た目になりますね。売ってるバッグなどでも見たことがあるかもしれませんが、でつける位置はこうど真ん中につけたり端の方につけたり、そういう位置もお好みで決めてください。それから紐は作るバッグと同じ布で作るか、または市販のテープなどを使ったりも自由です。動画の最後にいくつか写真でまた作成例などを載せますので、参考にしてみてください。それぞれ詳細はまた作り方の手順の中でも説明していきます。作るサイズはもちろんご自由に考えていただきたいんですが、参考までに私がよく作るサイズをご紹介します。こちら縦に長い感じなんですが、あまり縦が長すぎても私はこう手を突っ込んで物を取りにくかったりもするので、正方形に近いサイズになってます。でも肩にかけるとこんな感じで縦長に見えるバッグのサイズになってます。 A4 サイズのファイルが余裕を持って入って、他にもちょっといろいろ入るようなサイズです。参考にしていただけたらと思います。紐の長さは肩掛け用でだいたい50〜60センチ、手持ちのみで使うなら40センチくらいが目安です。肩掛け用もあまり長くても、そしてあのバッグも縦長だったりすると手に持った時に地面に底がついてしまうこともあるので、あまり長すぎないように注意は必要です。けどこの肩紐ですね、こう冬のコートを着た時に持つ場合、最近コートとかもこの脇のところが広いタイプが多いじゃないですか。そういうのを着た状態で肩にかけて、あまり紐が短いと
こう脇が突っかかってしまったりするんですよね。そういうのもちょっと気にしてみるといいかと思います。こういうふうに皆様もご自身のまずはデザインとかの好みと、それから用途と、あとは体格とか着る服とかもちょっと考慮して考えて作るとバッチリだと思います。サイズを決めたら生地を用意して切っていきます。この画面の数字は私が作るサイズの参考としての数字です。で、作りたいサイズを縦に2つ取りまして、そこに縫い代を、上下の口の部分はそれぞれ4センチ、脇はそれぞれ2センチプラスしたサイズで生地を切ります。で、ここで一つ、今回私も作ってみた生地なんですが、こちらですね、魚とかの柄が可愛くて買ったんですが、生地の柄に上下がありますよね。で、1枚で生地を取って作っちゃうと片側が柄が逆さまになってしまいますね。その場合は図のように2枚別に取ります。真ん中部分に縫い代を 1.5 センチずつつけた2枚の生地を縫ってつなげます。つなげる方法は袋縫いという方法です。まず裏と裏を合わせて5ミリのところで縫います。それをひっくり返してアイロンをかけて、今度は8ミリから1センチのところで縫います。8ミリから1センチというのは、折った時に少し 1,2 ミリぐらいこう持ってかれることがあるので、でもまあそんなに神経質にならないで、折り返した部分がちゃんと隠れるように縫えば大丈夫です。そうやって縫うと布の端が隠れますし、なおかつこの底の部分を2回縫ってるので丈夫にもなります。もし切りっぱなしでも大丈夫な生地であれば、ただ中表で重ねて1回縫えば大丈夫です。もし重いものを入れるかもとか言うなら、同じところを2本ぐらい縫って置いても安心かもしれませんね。ではポケットをつける方は、ポケットをまず作っていきましょう。縦型とか横型とかもありますね。縦横のサイズを決めたら、縫い代は上に3センチ、あとは横と下、3箇所それぞれ1から 1.5 センチつけます。ここ1から 1.5 センチっていうのは、またこれ切りっぱなしでもいい生地などの場合は1センチ。切りっぱなしとか、あとはボンドなどでほつれを止めるか。以前スカートの動画でもご紹介したんですけれども、布の切ったところにこれを塗って乾かすとほつれ止めになって洗濯もできるっていうものがあります。こういうのを使っていただくとかですね。この場合は1センチで大丈夫です。 1.5 センチっていうのは、縫い代を三つ折りにします。要するに2回折って縫う。こうするとポケットの中も比較的こう綺麗に仕上がります。これもお好みで選んでください。こちらは私がよく作るポケットのサイズです。スマホが横に入るくらいのサイズですね。参考にしてみてください。で、皆様、ご自分が作りたいサイズが決まりまして、生地を切りましたら、まず上の部分を1センチ折ってアイロン、そして次に2センチ折ってアイロンをかけます。それで底をまず縫います。ここがポケットを入れる口の部分になります。縫ったら、あとの3方をまたアイロンで折ります。1センチで1回か、 1.5 センチなら 1.5 センチで折ってアイロンで、それをまた半分で折ってアイロンをかけます。そしてそういう風にできましたら、今度はポケットをバッグ本体につける位置を決めて待ち針で留めます。
そして3方向縫って縫い留めます。縫い始めと最後は必ず折り返して縫って、まあ、2回か3回ですね、縫うようにして強めに縫い留めてください。これも参考に、私はつける位置は左右は真ん中で、上から出来上がりのバッグの状態で上から12センチに口がくる。なのでまだ作る前の布の状態だと上から16センチのところによくつけます。はい、ポケットを縫えたら、またポケットをつけない方もですね、次に脇を縫っていきます。ここも袋縫いです。裏と裏をつけて、表を表に出した状態で重ねて、最初に7から8ミリで縫います。大体ですね。で、そしてひっくり返してアイロンをかけて、今度は1センチで縫います。先ほど2枚の布をこう縫って留める時と同じ縫い方ですね。で、縫えましたら次にまち部分を作ります。バッグをひっくり返した状態で、脇を縫った線が真ん中に来るように角を三角に折ります。左右均等に三角になるようにしてくださいね。その三角の先端を横に縫うんですが、この縫う幅、長さが、まあ、ここ好みのサイズなんですが、3から4センチくらいがおすすめですかね。3から4センチになるように縫います。だいたいこの角の先端から 1.5 センチぐらいのところになるかと思います。この脇の縫い目と直角になるように縫ってください。それを底の角2箇所両方ですね、それぞれ縫ってください。それでもマチ、つまりこのバッグの底の角が出来上がりです。縫い代はそのままで大丈夫です。で、もしマチを多めに取って作っている方は、縫い代がたくさん余るようであれば、適当なところで切って、まあ 1.5 とか2センチですね、で切って、切った端を折り返して中に入れ込んで縫うと縫い代もきれいになります。次にバッグの口を縫います。まず1センチで折ってアイロンで、次に3センチで折ってアイロンをかけます。三つ折りですね。で、ここでこのバッグ本体一旦置いておきます。はい。で、ここで紐なんですが、先にも少し長さの説明をしましたが、紐のこの長さを決めていただいて、他にもこの紐の種類っていうのは同じ布とかテープとか使うってことですね。あと紐の幅もお好みです。私は 2.5 センチとか3センチぐらいがよく作るサイズですかね。で、あと付け方ですね。付け方っていうのは、紐の端がこうバッグの上側についていたり、または中側だったり、あとはこの縫い留める留め方もいろいろありますね。好きな付け方を考えてみてください。前にあげたビステの作り方の動画の中でもやったんですが、わざと片側にですね、紐を垂らすデザインにするとかもありだと思います。シンプルなこう一色のバッグとかだと、こう紐が目立って可愛いバッグになるんじゃないかなと思います。この紐、共布、このバッグと同じ布で作る場合は、欲しい長さに上下それぞれ縫い代5センチずつつけてください。そして幅は欲しい幅の ×4、もし2センチのテープなら8センチ、2.5 センチなら10センチ、3センチなら12センチとなりますね。そのお好きな幅で2枚生地を取ります。そしてアイロンでまず半分に折って
ってかけて、でまたさらに両側それぞれまた半分に折ってアイロンします。でこれを縫っていきます。で縫うのは片側だけ縫ってもいいんですが、両側縫う方が紐がこうねじれたりしにくくて安定するので、私はだいたいいつも両側縫います。両側縫うのをおすすめいたします。そして紐ができたら、まずバッグにつける位置を決めます。だいたい紐と紐の間が18から20センチぐらいが使いやすいかと思います。これは肩掛けのバッグの場合ですね。手持ちだけのバッグだと間がもう少し狭くても、まあ、14から15センチぐらいが目安かなと思いますが、でもこれは全てお好みです。真ん中をまず取って、そこから左右均等につける位置を待ち針で決めておきます。そしたらまず紐の端 1.8センチぐらいのところを待ち針で留めてチェックしておいて、それをバッグの内側にこの 1.8 センチのところまで入れて留めます。これまた 1.8 センチっていうのは折り返すときちょっとまあ2ミリぐらいは持ってかれるからですね、少し引いてます。でこの時紐が左右でねじれてつかないように気をつけてくださいね。それで紐を2本ともバッグに待ち針で留めたら、この口の縫い代を一周ぐるっと縫います。縫ったらこんな感じです。そしたら紐を上に返して待ち針で留めておいて、ここを縫い留めます。まあ、私はシンプルに2本線で縫うのが最近はお気に入りですが、ここも皆様ご自由に縫ってみてください。目立つ色の糸とかで縫うのもありですね。こういう感じで4箇所縫って出来上がりです。中につけたポケットはこう覗いたらこんな感じです。紐テープをバッグの外側につける場合、また内側につける場合もこの方法で大丈夫なんですが、紐の端1センチくらいを折り返して、それで好きな場所に縫い留めます。この際もやはり紐がねじれないように、また2本の紐の長さが揃うように気をつけてくださいね。最後になりましたが、このバッグのおすすめの生地は、一番は丈夫な綿などですが、まあ、硬すぎず薄すぎずで縫えるものであれば大体大丈夫です。もういろんな生地を試してみていただいたらいいんじゃないかと思います。帆布の生地とかで作ったらもう十分立派なトートバッグにもなると思います。そして生地の洋尺、必要な量はもちろん作るサイズや紐を何で作るかにもよります。私の作ったこの魚柄の参考のサイズのバッグは、紐とポケットをつけて110センチ幅の生地60センチで作れました。参考にしてみてください。それから紐を別に買う場合は、作りたい長さプラス10センチかける2の長さが必要となります。そして皆様の参考になればと思いまして、私が普段よく使っている2枚と今回新たに3枚、魚とあともう2枚バッグを作ったんですが、そちらをご紹介いたします。はい、こちらですね、魚と同じサイズのバッグでございます。生地が撥水の生地になっておりまして、ビニールコーティングされております。綿の表面にビニールコーティングされてて、中側は綿のままなんですけれども、なので水を弾く素材です。で、紐は市販の生なりの紐をつけております。なんで雨の時とかですねも使えるので便利に使っております。こちらもですね、まあ、ビニールというか、まあ、よくエコバッグで使われているようなこう薄くてシャカシャカした素材っていうんですかね、はい、で、薄くて軽い生地
なんです。で、紐もこう薄くてちょっと細いものを使いまして、これ私は、まあ、よく畳んで軽くて薄くなるので、よくバッグの中に予備のバッグとして入れて、便利に使っております。はい、こんな感じで、魚のバッグ、これ今回作ったものですね。はい、ポケットの縫い目もそんなに、まあ、目立たないかなと思います。はい、サイズ感はこんな感じになっております。で、もう一枚、こちらも綿100の生地なんですが、これは魚のバッグのプラス縦横6センチずつ足して作りました。マチも6センチぐらいで縫ってあります。はい、で、紐も少し太めにしてあります。はい、魚のバッグよりも少し大きめ、容量も大きめですね。で、こちら先ほどのバッグの生地が余っていたので、それに、紐だけ足して買い足して作りました。この紐はですね、本当にまあビニールというか、最近まあ蛍光のこういう色の素材というか、カラフルなものちょっと流行ってて可愛いなと思ったので、これ本当に切りっぱなしでそのまま縫ってあります。少し小さめのサイズですね。はい、こんな感じで、3枚作りましたが、私はこの3枚をこの夏は多用していこうかなと思っております。このようにですね、私の動画は決まった作り方として説明するだけではなくて、なるべく皆様が自分の作りたいと思うオリジナルのものをできる限り作れるようにお伝えしていきたいなというのが、今までもそしてこれからも第一に考えているコンセプトとなっております。自分がこんなの作りたいな、作ってみたいなと思ったものを実際に自分の手で作り出す楽しさとか、ワクワクする感じを少しでもお伝えできたら嬉しいなと思っております。今後もいろんな動画を上げていく予定です。今後は更新頻度ももうちょっと上げていく予定です。よろしかったらチャンネル登録してまたご覧いただけたらなと思います。今回はご視聴ありがとうございました。ではまた。